どうも、こんにちは。査定ピエロです。今回は1000円銀貨プルーフ貨幣を査定していきます。1番目は奈良県です。東大寺がモチーフでしょうか。蹴鞠をしています。外のパッケージは鹿が描かれていますね。地方自治施行60周年の記念で発行されたものとなります。桜と月でしょうか。ちょうど良い季節になりますね。査定額は3000円。2番目は新潟県です。コインは国の特別天然記念物トキです。新潟県のシンボルのようです。パッケージはなんといってもお米ですね。パッケージに少しシールの剥がれがあります。中身も見ていきましょう。背景は福島型でしょうか。自然の宝庫と言われています。査定額はこちらも3000円。3番目は長野県です。コインの背景は日本アルプスでしょうか。パッケージもコインと同様でしょうか。こちらもシールの剥がれ跡があります。中身のパッケージは松本白でしょうか。桜が綺麗ですね。査定額はこちらも3000円。4番目は富山県です。シンボルは立山連峰でしょうか。パッケージはチューリップです。中の背景は蜃気楼のようですね。とても素敵です。こちらも3000円でしょう。ラストは岩手県です。中尊寺金色堂ですねー。蓮の花まで描かれています。背景はおそらく浄土ヶ浜海浜です。岩手県は大谷翔平選手の故郷なんですねー。中のパッケージも同様の浄土ヶ浜海浜ですかねー。こちらの1000円銀貨は世界的にも評価が高く、平成24年の世界造幣局協会で最も美しい賞を取っています。査定額は、6000円。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。